きチャンネル。ちょっ、さあということで、今日、ね、動画の時間見てもらってもわかるように、毎年恒例のゴールデンウィーク、家族サービスによって総チェックがミニになります。はい、これはね、もう仕方ないんですよ。ね、小学校に行ってますから、休みに、学校の休みに応じて休んでいくというね、パターンですから、メリハリですからね、メリハリ。ね、ゴールデンウィーク4日ぐらいするんだから、ね、それと同時に、総チェックはしません。ね、家族サービス第一でやっていきたいと思いますので、だから今日はですね、ショートバージョンでお送りしますけれども、ちょっとね、試合は、見れてないんで、まあ、ちょこちょことね、ニュースだったり、なんかハイライトだったりで、見たけども、まあ、全試合ね、チェックしてるわけじゃないんで、まあ、スコア見ながらのね、解説になりますから、ね、そこら辺はね、皆さんもゴールデンウィーク楽しみましたか、仕事だった方もいますか、ね。佐々木を総チェック見て、まあ、ショートバージョンですからね、ちょっとチェックしていきましょう。もちろんね、月曜日ということで、ベストラインも発表していきますから、そちら、楽しみにしてください。さあ、ということで、まずは、楽天対ロッテ、3日は12対1で楽天、そして4日は0対2でロッテ、そして5日は1対4でロッテというところで、ロッテの2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたけども、まあ、このね、初戦ね、この、3日の日、楽天、12対1というところで、楽天先発ね、早川ね、9回127球、6安打8三振、2四球1失点で、関東グピチ、ね、キャッチャーも太田でグケ、ね。まあ、ということでね、まあ、いろんなことありましたけども、ね、まあ、ストレスも溜まってるだろうしね、そのちょっとね、勢いでね、言っちゃったっていうところはあると思いますけども、ね、雨降って地固まるじゃないですけども、こういう風にしてね、いろんな衝突あっていいのよ。逆にね、仲良すぎるのよ。最近のプロ野球選手。だから時代がっていうね、老害がって言われるかもしれないし、時代がっていうかもわかんないけどもね、やっぱりそのね、チーム内でも競争しながら、叱咤激励しながら言いたいことは言って、それはでもね、嫌いだから言うわけじゃなくて、自らとね、チームの能力を上げる、チームが勝っていくためのポジティブ激論だからね、そういったところはもう仲良し小良し軍団じゃないわけよ。ね。だからもっとチーム内で言い合ったりしながらね、自分の意見出し合ったり、お互い話聞いたりとか言い合ったりしながら、それで揉めることもあってもいいだろうとね。でもそれはポジティブな揉めるだからね。ここの大前提をね、間違ってはいけないけども、仲良し小良し軍団、ドンマインじゃないからね、ドントマインドじゃないのよ。ね。そういったところでは良かったんじゃないのかな。しかもシーズンね、序盤だったっていうところも考えてもね、で、しかもそのね、試合で、次の試合でね、しっかり完投して勝ち切ったっていうところでは非常に良かったと思うんでね、これはもう早川にとっても大谷にとっても、そして楽天にとってもね、素晴らしい一勝になったんじゃないのかなと。で、ロッテはね、西の西村で12失点っていうところで、もうボコボコタイムね、語ることだし。そして、4日の試合ね、0対2で、ロッテというところで、まあ、ここはね、ロッテ先発メルセデスね、なかなか勝ち星つかないけどね、6回98球、4安打4三振、2四球無失点とね、いい形で投げて、その後岩下、鈴木、マスターでね、完封リレーというところで、逃げ切り勝ち。で、楽天先発、内もね、7回3分の1、106球、8安打2三振、1四球2失点で、いいピッチングね、結果としてはしてるんだけどもね、打ちたい外で、外の勝ちっていうところでね、外がツーランホームラン。ね、ここで、2得点で、そのまま逃げ切り勝ち。で、日曜日の試合ね、ロッテ先発大島、9回105球、5安打3三振、無四球1失点っていうところで非常にね、素晴らしい完投勝利。グッチ。ね。で、楽天先発岸ね、6回3分の2、104球、9安打3三振、3四球4失点。岸ってロッテキラー。ロッテキラーだったような気がするけど、最近ロッテに全く勝てないんちゃうかっていうぐらい、まあ、抑えても勝てないね。で、あと打たれてもっていうところで。で、まあ、この試合ね、まあ、最近、角中が状態いいというところで、この試合も3打数1安打2打って、で、岡3打数1安打、藤岡4打数2安打1打点。ね。こう、中村がね、もうちょっと上がってきてくれればっていうところもあるし、やっぱね、ベテランにね、頼りがちっていうところがロッテあるからね。まあ、でも、その中でね、若手がここから伸びしろ向けてね、ぐん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 上がっていけばね、いい形になるんで、まあ、ここね、仙台で負け越せなかったっていうところは、ロッテにとったらね、非常に大きいし、まあ、楽天にとったら負け越したけどもね、この早川太田問題っていうところは非常にね、いい形のね、試合、になって、まあ、今後に向けてはね、良かったんじゃないのかなと思います。結果ね、2勝1敗でロッテの勝ち越しでした。続いては西武ソフトバンクというところで、3日金曜日1対0で西武、そして4日、土曜日が5対4で西武、そして、5日、日曜日が
0対4でソフトバンクということで、西武で2勝1敗で勝ち越し。これね、2勝1敗の勝ち越しの西武はね、良かったんじゃないのかなっていうね。まあ、これも1対0なんて、初戦ね、竹内がいいピッチングしてね、8回100球4安打8三振1四球無失点と。で、ソフトバンク大津もね、6回83球3安打3三振3四球1失点踏ん張ってるけどね、まあ、この1点でっていうところでね、6回裏に、ワンアウト満塁から中村サードゴロね、これ見たけど、リチャードね、セカンド投げて、5-4-3ダブルプレーでしょ。踏みに行くの遠かったよ、ちょっとね。そういったところでミスの中の1点っていうところではね、大きかったし、逆に西武はね、これでしっかり勝ち切ったっていうのも大きかったし、で、次の試合もね、5対4で西武というところでさようなら勝ちね。まあ、前回はね、ホークスに3試合連続さようなら勝ちっていうところだったけど、だから日曜日も勝ちたかったね、西武としてはね。で、やり返したかったけどね。まあでもここもね、西武も、2回ね、ワンアウトからね、栗原がファーストへの悪送球からの、まあ、長谷川金子のタイムリーだからね、これミスから、この試合はミスからだから痛いよね。でも7回ね、矢崎短期でくらいでよく追いついたけども、7回裏すぐにね、源田のタイムリースリーベースで勝ち越したけども、8回にね、周東のショートゴロ、これね、外崎ファースト悪送球っていうね、ダブルプレー取れてたよ、周東の足でもタイミング的にはね。でもその後きっちりね、10回裏に外崎が2アウト満塁からね、仙台のタイムリーヒットでサヨナラ勝ちね。ミスをその試合のうちに取り返す、ぐっとね、そういったところは大事だよね。まあ、次の試合取り返してもいいんだけども、同じ試合の中でね、取り返すっていうところは非常に良かったしね。しかもね、それで勝ってたっていうところでね、最後サヨナラで勝ち切ったのもね、非常に大きかったかなと。ソフトバンクとしてはね、ここ3連敗したくないところでね、日曜日の試合はね、先発東浜、5回97球、4安打3三振、3四球無失点といい形でいって、その後ヘルナンデス、藤井、松本、津森とね、これ津森がね、サヨナラヒット打たれたけどもね、また次の試合出してくるっていうところがね、国保監督のこの采配をね、グッとなってくるよ。こっちもね、やられたらすぐやり返せっていうところでね、しっかりヒットは1本打たれたけども、やり返してね、また次の試合に向けてはね、いい形になるし、非常にね、この津森の登板っていうのは、まあ良かったかなと。まあソフトバンクとしてはね、山川のタイムリー、そして、柳田のホームラン。で、7回でもね、柳田のタイムリーヒットっていうところでね、しっかり取って、ピッチャー踏ん張ってね、3連敗しなかったっていうところは、ここはね、今、首位の原動力の強さかなっていうね、ところもあるし、つもりがいいピッチングしたっていうところもね、打たれてもやり返す。だからこの西武とソフトバンクはね、やり返す。ね、ミスをすぐ取り返すっていうね、展開でしたね。まあ、結局はね、2勝1敗で西武の勝ち越しっていうところでは、まあ、ソフトバンクとしてはね、まあ、3連敗しなくてよかった。西武はでも3連勝ね、したかったなっていうところはあるけども、最低でも勝ち越したのは良かったんじゃないでしょうか。続いて、オリックス対日本ハムは、3日金曜日0対3で日本ハム。で、4日土曜日は、3対1でオリックス。そして5日日曜日が、3対6で日本ハムというところで、日本ハム2勝1敗の勝ち越し。いいで、日本ハムゴールデンウィークもね、強さ満載っていうところで、まあ3日の試合はね、3対0、シャットアウト完封っていうところで、ピッチャーね、鈴木、5回3分の1、79球、1安打1三振、2四球無失点だから、ピッチャーね、1安打だからね。まあその後ね、北浦ロドリゲス、河野、マーフィー、田中正義とね、繋いでしっかり冷風。オリックス先発アザンをね、7回3分の2、113球5安打4三振2四球1デッドボール3失点と、まあ、初回の3失点だけだからね、しかも2アウトからタミヤのフォアボール、こっからマルチネスヒットの万波タイムリー、そして郡司のタイムリーだから、この2アウトからのフォアボールっていうのは痛かったね。結果でもこの3点だけだからね、オリックスとしては4安打完封負けだからね、ちょっとなすすべなかったのかなとね。そして、4日の日3対1でオリックス、このエピスピの王座いいね、6回99球8安打4三振1球1失点のね、球数も非常にねスタンダードにいい形だし、その後宇田川小木田ね、マシャドがしっかり抑えながらっていうね。で、日本ハム先発加藤、6回89球7安打1三振1球3失点と、まあそんな攻められないけどね、加藤まで1勝4敗、防御率 2.80 だからね、まあこれは攻められないやろね。オリックスはでもこの初回にね、1点すぐ取れたのは大きかったね、前日からね。で、3回にも宗のタイムリー、そして西川のタイムリーでね、3点取って、5回にね、清宮の犠牲フライで1点返されるけどもね、この試合もなかなかヒットがね、繋がらないところはオリックスあったっぽいけどね、しっかりピッチャーでね、逃げ切ったっていうのは大きかったんじゃないでしょうか。そして日曜日の試合が3対6で日本ハム逆転勝利というところで、まあ、伊藤博美ね、6回3分の298球8安打1三振3四球3失点と、この2回の表ね、上川畑のタイムリー、そして郡司のタイムリーで2点先制して、すぐ2回の裏にね、
宗ライト前、西川フォアボール、頓宮フォアボール、これ痛かったね、フォアボール、フォアボール。でその後、ノーアウト満塁からね、北がタイムリーヒット。でその後、紅林もタイムリーヒットですぐ逆転ね。まあ、このまま行くかなと思ったけども、8回ね、ピッチャー宇田川が上がって、先頭フォアボール痛いね。ちょっとだから、このオリックスはちょっとフォアボールからやられてるっていうところが痛いかな。で、盗塁して、もうここら辺もね、ガンガン動きまくるから、ね、日本ハムはね。で、マルチネス、ライト前ヒット。で、ダイソー、中島拓也出てきて、まだ盗塁。で、万波三振するけども、石井のね、内野ゴロ、悪送球、こう何が起きたんや、見てないから分かんないけど、で、松本セーフティースクイズ。で、水野のスリーベースという形で、一気に4点で逆転。オリックスとしては痛いね、このまま勝ち切りたかったけど、なかなか状態上がってこないね。カスティーは6回3分の1、100球、8安打、三振、無四球、2失点、試合作ってるからね。この、まあ、このオリックスはちょっとこの3連戦、フォアボール、そしてミスからの失点、ね、ミスでの失点、フォアボールからの失点っていうところが、ちょっと試合のね、勝敗に影響したかなっていうところもあるんで、痛かったかなと。でも逆は日本ハムはね、そういうところしっかりついてね、勝ち切ったのは非常に大きかったんじゃないでしょうか。結果は2勝1敗で日本ハムの勝ち越しでした。続いてセリーグ、広島対 DeNA、3日の試合0対2で DeNA、そして4日の試合が、4対1で広島、そして5日の試合0対5で DeNA というところで、DeNA の2勝1敗で勝ち越しっていうね、ところになりましたけどもね、金曜日の試合2対0っていうところで先発東ね、7回3分の1、105球、7安打2三振、1デッドボール無失点で、一世で森原とね、ノーヒットでランナー1人も出さずしっかり繋いで、しっかり完封勝利っていうね、まあ、DeNA は初回、牧の内野ゴロの間、そして2回、桑原の犠牲フライで2点取って、まあ、5安打だからね、結構 DeNA もね、ピッチャーアドアに抑えられちゃったけどね、アドアも6回89球、4安打3三振、1デッドボール2失点だから、まあ、これ序盤のね、2失点が痛かったっていうところはあるけどもね、この広島のね、8回、双子ライト前、宇草レフト前、で秋山送りバントを決めて、1アウト2、3塁、ここでね、松山ファーストフライ、そして野間セカンドゴロって1点取れなかったのがね、痛かったかなと。でもね、次の日にドラマが起きるっていうところでね、前日ね、ピンチで1本、あ、チャンスでね、1本出なかったね、松山が1対0で負けてる中、7回ぐらいにね、1点取って同点から2アウト1、3塁、ライトスタンドへ、3ランホームラン、グッティング。ね、で、一気に逆転。DeNA はな、これ2安打だからね、もう仕方ないかなと。森原ね、あ、森下ね。7回87球、2安打3三振、1デッドボール1失点、球数も少ないしね。まあ、K も6回3分の1、109球、9安打5三振、1球3失点でよく踏ん張ったけどね。まあ、松山のね、やられたやり返す。なんかこの、ゴールデンウィークやられたやり返すみたいなね、感じになってるけども。で、日曜日、0対5で DeNA というところで、大西がね、7回92球、3安打5三振、2球無失点。で、広島は栗、6回97球、9安打4三振、1球4失点とね。まあ、ちょっと一発構成やられたかなと。4回ね、第1号、佐野ね、ツーランホームラン。で、6回にも牧野ね、ツーランホームランっていう2発にするんだからと。まあ、DeNA 的には12安打打ってるからね、まあ、5点は取ってるけど、もっと取れたかなっていうところはあるけどもね、まあ、きっちりね、完封勝利で勝ち切ったのは DeNA としたら大きかったんじゃないでしょうか。結果ね、2勝1敗で DeNA の勝ち越しでした。続いて、ヤクルト対中日、金曜日5対3でヤクルト、そして4日土曜日が7対7引き分け、そして5日日曜日3対6で中日、1勝1敗の1分けの五分っていうね、形になりましたけども、3日の試合、塩見のね、サヨナラツーランホームランで、こう負けなくてよかったね。でも中日も14安打で3失点だから、もっと点取れたんちゃうかっていうところでね、1本出なかったのかなっていうね。で、4日の試合ね、7対7引き分けっていうところで、ここもね、柳がね、1回3分の2、50球、5安打、2失球、4失点。ちょっとこれは計算外だったね。サイスリードも5回3失点。なかなか勝ちきれないね。サイスリードも勝ってたらね、いい感じだったけど、いやー、これも7対7。ね、見てないから分かんないけど。そして5日の試合、3対6で、ね、中日ということで、これ、高橋朗とね、これはちょっと見た。よかったね。8回3分の2、123球、3安打、11打三振、3四球、3失点。ちょっと低めね、振らされてたね、ヤクルト打線。ヤクルト先発、小澤ね、6回102球、8安打、6三振、1デッドボール、2失点とね、ちょっと高津監督に厳しめに言われてたけども、6回で2失点だったら、もうこれ小澤のせいじゃないよ。もうそれ打線だよ。踏ん張ってるよ。そしたらもう完封しなきゃいけないからね。そういった意味では、まあ、でも小澤今年めっちゃいい。俺見てる限りいいけどね。防御率 2.53、まだ0勝3敗。これ小沢のせいじゃないと思うんだよね。打線の援護の少なさやろ。まあ、毎回ね、2失点ずつぐらい取られてるけど、まあ、それでも踏ん張ってるじゃんね。
って俺は勝手に思うけど、ヤクルトファンの皆さんどうですか、ね。まあ、なんとか一生ね、早く小沢にはさせてやりたいなっていうところはね、あるね。安定のマルチネスもいるんでね、いるしね、まあ、この1勝1敗1分け、ちょっと中日も下がってきたからね、この日曜日の勝ちっていうのは大きかったんじゃないでしょうか。続いて、巨人対阪神、3日8対5で巨人、そして4日2対1で巨人、そして5日2対4で阪神、結果2勝1敗で巨人の勝ち越しっていうね、巨人もここね3連勝したかったなっていうねところはありますけどね。3日の試合8対5戸郷ね、戸郷打たれたろ、5回3分の2、93球3安打7三振3四球3失点で、阪神先発門別3回75球6安打1三振2四球6失点と、まあまあ門別はこれからだからね、ちょっとプロのね厳しさ味わってるね、そう簡単じゃないよっていうところでね、初回いきなりね、坂本のタイムリー、長野、小林、門脇のタイムリーで4って、2回の裏でも岡本のツーランホームランでも完璧プロの厳しさを教えてるね。まあ、終盤ね、阪神も追いつきかけたけどね、まあ、ちょっと序盤の失点がね、痛かったかなと。で4日の試合は、延長10回、吉川のサヨナラヒットっていうところでね、まあ、8回ね、丸のタイムリーで追いついて、まあ、これね、1対0で阪神が勝つかっていうような試合だったけどね、ノイジーのタイムリーからね。で、阪神先発西ね、7回102球3安打7三振1球無失点、巨人先発菅野、7回106球6安打3三振1球1失点とね、両チームいい感じで頑張ったけどね、まあ、このままね、8回岩崎からの丸にタイムリー打たれてってこと、これ8回裏ね、だからこのまま岩崎ね、ゲラで行きたかったところだったけどね、ちょっとタイムリー打たれちゃったっていうところでね。でも最後はね、最近いいね、5回84球7安打4三振2失点ね。その後岡留め、桐敷ゲラ岩崎、また岩崎ね、リベンジャーっちってね、しっかり抑え切ってる。巨人もね、高橋で、5回90球6安打2三振2四球3失点、まあまあ踏ん張ってるけどね、この3回1人ぐらいだもんね。近本スリーラン、そして小林パスボールからの佐藤タイムリー、パスボール何が起きたんや。で5回の裏ね、門脇長野でタイムリーで行くけども、これ8回の1点大きかったね、前側のタイムリーヒット、これなんかチエントみたいなね感じだったけども、阪神はしっかりねこう勝ち切ったっていうところは大きかったんじゃないでしょうか。まあ、結果はね2勝1敗で巨人の勝ち越しでした。まあ、そうはということで、だいたい30試合前後終わって、順位はセリーグ阪神1位貯金5で、2位巨人2ゲーム差で、3位 DeNA、 巨人と1ゲーム差、首位3ゲーム差、中日は、ゲーム差なしで、ヤクルトが 0.5 ゲーム差、広島が0ということは、最下位から1位まで 3.5 ゲーム差か。こんなんもう一瞬ですぐ変わるな、ワンカードでね。まあまあまだまだね、どころもチャンスあるしね、そういったところではまあ交流戦終わるぐらいまでが踏ん張りどころかな、先が見えてくるのは交流戦終わりぐらいかな。でパ・リーグは首位ソフトバンク、2位日本ハム 2.5 ゲーム差、3位ロッテ、首位と 5.5 ゲーム差、日本ハムとは3ゲーム差か、オリックス1ゲーム差、首位と 6.5 ゲーム差、楽天も一緒で、西武が楽天に 2.5 ゲーム差、5位ので、3位までが 3.5 ゲーム差で、1位までが 6.5 の7、9ゲーム差、ここ西武踏ん張りどころやな、ちょっと 3連勝したいね。3連勝ね、そういったところでは、まあ、今後ね、まあ、交流戦開けるぐらいまでね、両リーグっていうところかな、踏ん張りどころはね。さあ、ということで、ベストライン、ね、発表していきましょう。まずは、パ・リーグから。ピッチャー、ロッテ、大島、小島じゃないよ、大島だよ、はい。キャッチャー、ロッテ、佐藤、いいね、打ってるね。ファースト、日本ハム、マルチネス、ハムいいね。今、A クラス原動力。セカンド、楽天、小深田、目指す盗塁を。サード、日本ハム、郡司、固め打ち。ショート、西武、源田、ここから浮上していこう。レフト、西武、金子、6打点、素晴らしい、ね。センター、中日、周東、9安打。ライト、ソフトバンク、河村、仙台大学、打つの素晴らしい。DH、ソフトバンク、柳田、9打点、すごい。リリーフ、日本ハム田中正義3セーブグッセーブ。続いてセリーグ、ピッチャーヤクルト、ヤフーレバーダックス。キャッチャーヤクルト、中村、週間6安打。ファーストヤクルト、オスナ、8安打7打点。セカンド DeNA、 マーキ、9打点。サードヤクルト、村上、4本塁打7打点、素晴らしい。復調してきた、上がってきた。
ショート、中日、村松、16安打はすごい。16安打だよ。ね、週間打率6割9分6厘だからね、素晴らしい。レフト、ヤクルト、西川、5安打6得点、素晴らしい。センター、広島、秋山、9安打。ね、復勝してきたか？はい。ライト、ヤクルト、丸山、週間10安打、素晴らしい。リリーフ、中日、松山、グレイ。さあ、ということで、佐々木のミニ総チェックおしまいです。ね、ゴールデンウィーク、ちょっときっちりね、休ませていただきましたから、またね、なんか今日か動画出たらね、しっかり全試合チェックして、皆さんと共にね、プロ野球楽しんでいきましょう。ね、ちょっと見てないからね、こんな感じになりましたけどね、そこら辺の、賛否いろいろあると思いますけども、これは仕方ない。ね、皆さんもゴールデンウィーク、楽しんでいただきましたか。ね、また日常に戻って、プロ野球も楽しんでいきましょう。それでは、じゃあ。